コウさん、ハートありがとうございます。お疲れ様でした。楽しかったです。めちゃくちゃハート100個なんかそう、ニックネーム登録したらメンバーの方に次誰々さんって出るので、あの登録しておいてもらえたら、つながった瞬間に私が名前呼べますので、ぜひ忘れずに。レインボーさん、宝石ありがとうございます。バラちゃん、かわいい、ありがとうございます。門脇さんの写真今日送ろうかな。じゃあ今日9時まで配信して、その後メール送ろうかな。でもさっきメール送ったんよ。今ちょっとメール送ってて配信遅れたんですけど、たけしさん、かわいい、ありがとうございます。こうへいへいさん、バラありがとうございますなんかね、ショールームやっぱお話し会で一人一人の方と、なんて言うんですか、の深い話をするので、ショールームでさ、最近あんまり一人一人について話してないんですけど、どうでしょうか、この感じで。どうだろうか、また話しましょうね。メールのお父さんとの会面白かったですひかるくん、宝石10個ありがとうございます。なんかたまぴおさんにずっとパフェって呼ばれてた。パフェパフェって呼ばれてた。カードリーさん、宝石ありがとうございます。うまく話せんかった。全然そんなことないです。お話しかありがとうございました。こちらこそ。ケンマンさん、かわいい、ありがとうございます。なんか難しかった。なんかね、秒数が最初私が見間違いみたいな感じかわかんないんだけど、めっちゃ時間あると思ったらもう残り3秒とかになって、あみたいななっちゃってあーって途中でブツって終わっちゃったりした。剥がしがないからね。パフェパフェ。門脇さんとめっちゃ今日さ話してさ、なんかパセリちゃんは私に興味がないのかと思ってたって言われて、違いますよ。ミヤヒーさん、ハート100個受け取りました、ありがとう。服の写真メールで送りますね。あ、送ったか。もう送ったのでぜひ見てください。帰ってきてから服撮ったけど、それも明日かまた送ります。カメさん出た、なんか地球儀みたいな宝石ありがとうございます。松さん、健康第一ありがとうございます。パフェ、なんかパフェ食べたいねって話して、私の今日の服がこの色だから、ひなさんが今日は何パフェだろうって言ってて、ミントかなって話をしててで、なんか門脇さんも私もチョコのパフェが好きっていう話をした。天球儀っていうんだ。しんちさん、ガルマありがとうございます。お弁当美味しかった。お弁当さ、あれおかしくないです、おかず神だった。ひろっちさん、宝石ありがとうございます。ひかるくん、ハートありがとうございます。ちろくん、ハート100個ありがとうございます。チョコ食べたい、チョコパフェ食べたい。なんかね、今日お昼ご飯から食べてなくて、今もずく飲んだんですけど、あのもずく酢をグビグビ飲んだんですけど、お腹空いてて今ゆで卵作ってる。ヒラリンハットさん、ハートありがとうございます。スースーさん、アイスありがとうございます。緊張しすぎてちゃんと話せなくてごめんなさい。全然です、ありがとう。なんか私もかぶせてごめんなさいって感じでした。カズさん、ハートありがとうございます。こちらこそありがとう。オズさん、アイスありがとうございます。わらとこさん、かわいい、ありがとうございます。あのお弁当噛みすぎました。あれは夜ご飯ですよ多分。沖さんがメール載せてたのは夜ご飯のお弁当。夜ご飯のお弁当は私もあの食べてないから、お昼からずっと空腹なんです。パフェ後付け、パフェの理由。みんなニックネームはメールの返信の時のニックネームとか、ショールームのニックネームでした。なんか私のルーム結構お名前かぶってる方多いから、なんか分かりやすくしてくださって、顔文字とかもつけてくださってて
わかりやすかった。スンスンさん、ハートありがとうございます。背景作って、お。そう、やっと顔が見れた。明日大事な試験がある、頑張ってください。ちゃんと朝ごはん食べて。ゆうたくん、宝石ありがとうございます。まあ、顔写真登録の写真見れないです。大丈夫ですよ。なんかみんなめっちゃ病んでたけど大丈夫です。見てないです。普通にお話しするときだけ顔が分かりました。それでね、なんか一人音声がね聞こえない方がいて、私の方に。で、なんか音声、私の声は聞こえてるみたいなんだけど、向こうの声がこっちにね全く聞こえない方がいて、それがすごい申し訳なかった。回線の問題らしいです。マネージャーさんにちゃんと確認しました。かまいさん、バラありがとうございます。なんか名乗らなかったら多分お話が噛み合わないかもしれないです。まだお会いしたことないから。なんか今日もニックネーム登録してない方は話していくうちに、ああみたいな、ああの方かってなったけど、なの、もう本当にニックネームなかったらね、先輩とかだったら多分握手会とかでさ会ったことあるから、あ何々さんってなるけど、2期生は本当に初めましての方が多いので会った方がいいかもしれない。なんか皆さんはパセリのレーンというか、パセリのお話し会って分かっとって話してるけど、私はあのショールームを見てくださっている方なのか、メールを取ってくださっている方なのか、他のファンの他のメンバーのファンだけどなんかお試しで来てくださった方かが分かんないので、なんか話しかけれないんですよ、もし言葉に詰まっちゃった時とかに。ゆうたくん、ハート100個ありがとうございます。フィルターなかったよね、無加工じゃなかった？あ、マイク設定がオフになったのかな。お父さんいなかった、今日楽しかった、あ、ありがとう、楽しかったよって。岩壁ライブもぜひ皆さん気をつけてきてください。名乗らなかったけどパセリ名前出てましたよ、大丈夫だったよ。だから名乗る時間がもったいないので、あのかフリップとかで用意してくださってる方いた、なんかねこういう紙にね、紙に誰々名前とか名前とか言ってこうやって話してる、こうやって縦なのでこうやって胸がいいかな、縦で話してる方もいたし、あ、おでこに書いてもいいですよ、ほっぺとかで。え、私ね、ええで私あれうちわとかで結構わかるかもしれない、おって。でもパセリのファンの方なんか結構ね、うちわにパセリ貼り付けてる方結構いるんですよ実は。だからパセリの絵を貼ってる人ですって言われても結構何人か顔が思い浮かびます。ニックネーム違うのだった、え、アキアンさん、だるまありがとうございます。バラちゃん、宝石ありがとうございます。イヤホン、あ、イヤホンマイクぜひ用意してください。どうだったかな、聞き取りやすかったかな。私今日の隣の部は、隣のレーンは誰だったっけ、5部の時は誰もいなかった気がする、両隣で。6部の時は左に矢野さん、右に空花さんだったかな、だった気がします。2期生とめっちゃ離れてて、私だけなんか、私だけ1期生さんゾーンにいてなんかめっちゃ緊張した。だって
なんかイヤホンしてるからさ、自分の声がどれくらいかわかんないので、なんかわーみたいな、ナイナイさんみたいなの言ってて、でブチって切れた瞬間に終わった後こうやって外したら結構周りシーンってしてて恥ずかしかったです。あ待って、わかった、誰かと思ってました。振り返り1枚って、1枚振り返り、おお、謎が解決した。女優ライト、そうですね。なんかあとは結構今日はね、野外の方も多かったですよ。野外野外おすすめ。他のメンバーとか行くときとかも使えるし、フリップとかニックネーム登録は。だから秒数をなんとかですなんとかですっていう5秒くらいをロスしちゃうからいいよ、ニックネーム登録とあのスケッチブック。ゆうたくんハート1000個受け取りました、ありがとうございます。私服変えてないですよ、5時間目と6時間目、明日は変えます、もちろん。こんばんは、テラさん花束ありがとうございます。そう、レン隣だった。そう、すぐね終わっちゃった。なんかね、もう本当に話してる途中でも本当に切られるんですよ。もうなんか機械だから心なんてないんですよね。剥がしの人は人間だからさ、ちょっと待ってあげようかなとかあるかもしれないけど、機械には心がないので、残念ながらもういくら深い話をしようともって感じです。レインボーさんハートありがとうございます。好き好き大好きさんハートありがとうございます。こんばんは、今日はありがとう、こちらこそありがとうございます。そう、めっちゃ景色のね、景色いいところからめっちゃ面白かったよ。なんか本当にびっくりしたんですけど、なんかグリコの看板の前とかからあの参加してくださった方もいて、めっちゃ面白かった。好き好き大好きさんハート100個ありがとうございます。昨日何時寝たかな、1時過ぎぐらい寝たかな。スケモーさんバラありがとうございます。そう、次は誰々さんってなるから、始まった瞬間に私が呼びます名前。私もなんかカメラのアングル難しかった。だってなんか iPad みたいな感じなんですけど、なんか iPad のさ、カメラがここにあるじゃないですか、上に。でも画面ここだから、で自分の顔が下にあるからさ、こうやってうつむきがちになっちゃうというか。だからね、聞いてる間はカメラ見てたけど、多分お顔見たいからこうやってちょっとうつむいてたかもしれない。うつむいてたかも、心がないのです。タムにバイバイさ言えずぶつ切りされた。タムちゃん、あ、今日タムちゃんとさ、今日なんか私がタムのお尻を触るっていう、お疲れって言いながら触っただけだ。今日喋ってないや、写真撮ったらよかった。あ、バースデーメールおめでとうございます。あ、そう、なんか今日なんかもうすぐ誕生日なんですって言ってくださった方がいて、ハッピーバースデートゥーユーって言った、あと3秒しかなかったからみたいな感じで手拍子で終わって、おめでとうございますって言ったけど、なんかめっちゃ最悪な祝い方だったなって今思ったら。アーケードから、そう、まもなくですっていうのがね、どんな風に映ってるのか分かんないんですけど、皆さんに。こちらは秒数がちょっと映ってるんですよ、ちゃんと。でも秒数ってさ、もう進んでるからさ、顔見てる間にまた進んでるから、あーってなっちゃったりした。
花輪花子、花輪くんと結婚してるじゃん。右輪さん、福ちゃん、47さん、コスモス、ありがとうございます。しんちさん、ハートありがとうございます。綺麗に写ってました。なんか今日めっちゃさ、ショールームで見るよりなんか可愛いですねって言われたんやけどさ、なんかショールームで見るよりシュッとしてますねって言われて、多分縦画面だからじゃないですかって言ったら、そうかもしれないですって言われたそう、メモに書いた方がいいかも。結構今日飛んでる方いたので、私がめっちゃ話したんですけど、話した瞬間になんか被っちゃったりとかタイムラグがあって、だから難しいかも。そうそうね、わかんないよね、顔見てたらカウントダウンが見えないからね。そう、もういきなり切れますよ1枚あたり何秒なんだろう、皆さんが何枚出してるかわかんないからな。5秒前のカウントが出てくる。あ、そうなんですね、5秒前からか、3秒前から、あ、5秒前と3秒前の人がいる。かわいいしか言えんかったありがとう。あ、よかった。話題をね、振ったことをちょっと5部で話題振りすぎたので、ちょっと6部おとなしめにしてみたりしたんですけど、やっぱ人にもよるなと思って難しかった。だけんこう画面にテープとかでなんかメモをこう箇条書きにしてるといいかもしれない。飛びまくったよね。え、しかもね、繋がった瞬間ね、よそ見してる人おった、めっちゃなんとかさん、なんとかさんって私が呼んでんのに、もうなんかもうどこ見てるかわからんって、めっちゃなんか3秒ぐらいロスしてました。あと今日パセリの、なんでパセリって言うんですかって言われて、あ、待って待ってって、めっちゃ 焦ってしまった。1枚10秒くらいか、4枚で1分。待ってる間あと何人で何分で知ってる。あ、そうなんですね。なんかこうピッて次の人にやってもこっちがやっても始まらないことがあるんですよ。多分受付をしてない方なのかな、わかんないけど、めっちゃ今日もめっちゃ髪が目に入る。乾燥してるかも。今帰ってきたんですよ実は。お話かありがとう、こちらこそありがとう。え、今日プロポーズされてないよ誰にもプロポーズされてない。あ、テレビ見てたのかな。そう、急に始まるからね。大阪のひろしさん、かわいい、ありがとうございます。そう、自己紹介せんくてもそのニックネーム登録をしてたらもう始まった瞬間に呼びます。私がおすすめ、なんか認知されてる気分を味わえる気がする。そしたらフ電波ね。パセリの由来はここのショールームのあそこに書いたので、ぜひぜひぜひ、そう言えばよかったかな、ショールームフォローしてくださいって。え、来ない方いたよ。お父さんのサインを私が代わりに書こうか。休憩室貸し切って参加で OK 出ました。お、よかった、本人認証。え、なんか結構ね、なんだっけ、なんかホームセンターじゃなくて、なんだっけ、コールセンターじゃなくて、あの、なんていうの、お問い合わせセンターみたいなやつにで泊まってる方がいたみたいで、ちょっと待ちました。だからなんか本当にバタバタするので、なんか受付締め切り時間20分あるからと思ってたらもう終わっちゃうかもしれない。ともちさん、かわいい、ありがとうございます。どういう仕組みかわからんけど、どういう仕組みかな。プロポーズ今度します
プロポーズ忘れました。ニックネーム登録しておけばよかった。でも話の内容で分かった。大丈夫。握手と同じような好きって気持ちになれたのでよかった。あ、よかった。それはプロポーズしてもいいですよ、お断りしてもいいなら。あの、訴えられたくないのでね。変に外出大丈夫だった。全然綺麗にもう大画面 iPad の大画面に映ってこっちは見てました。あ、そうしてください。話したいときはパセリは黙っててとか書いててくれたらもう黙っときます。森翔さん、だるま、ありがとうございます。100個受け取りました。早くお話ししたいね。今日ね、お話し会の時は髪結んでなくて、今結んでるんですけど、あのストレートヘアしかダメなので、研究生はだから終わってから結びました。追加メッセージの人あんまりいなかったかもしれない。あ、普通に受け付けてスタッフさんと会話してもらって。あ、そうなのね。ナフコナフコ懐かしい。広島あるかな、ナフコ。そう、ちょっと結構バタバタしちゃうかも。認証待ちしてる時に電話かかってきて、認証待ち並び直すことなんて大変だった。おー、それは大変。ギリギリで入ったら一瞬で始まった。え、何枚って入れんくてもメンバー側には秒数出てました。だから大丈夫かも。なんか何枚って言われても1枚が何秒かこっちあんまり把握できてないというかね、わかんないから大丈夫かも。ニックネームとあと何か伝えたいことがあればって感じです。ご祝儀払います、お願いします。メール届いたかな。メールどうだろうね。 Wi-Fi はでも今日の話した方の感じだと結構皆さん綺麗に映ってたし、音声も、まあ、音声はなんか風の音とか、野外だと風の音が入るのであれだったけど結構大丈夫だった。そう、大画面で見てたよ。私の対応が一番良かった。やった、うれぴー。でもなんか怖い、なんかさ、周りが先輩やったけんさ、なんか、え、パセリめっちゃ喋んじゃんみたいな思われてそう。なんか私が終わった時もなんか周りシーンだったからさ、私から話題振ってほしい時はどう伝えたらいい、張り切ってどうぞみたいな、なんか札書いてくれた。私がマシンガントークしよう。ナフコあります？広島ご飯まだ食べてない。明日7部4時からかな。4時20分受付締め切りです。日が長までお出かけしてきた。ペンギン水族館待って、タイムラグめっちゃあるね。時間出てる。あ、ミサンが見せてもいいですかってやりとりで1分くらい話した。え、4枚分じゃんさっき4枚で1分って書いてあった。スタッフさんスタッフさんと話した時間の方が長いじゃん私より。止まっちゃったパセリ一口めっちゃ食べるってね、矢野さん前言われた。ごま団子、あー、コメントがピュワーってなっちゃった。今日はありがとう、こちらこそ。
ありがとう。 Wi-Fi ありでした？皆さん、お、使ってない？ Wi-Fi でもバッチリだった？どうなんだろうね、どうなんでしょうね。なんかパセリショールームと変わらん感じで喋りやすかった。本当ですか？でもなんかショールームより元気ですねみたいな、めっちゃ言われた。めっちゃ笑うやん、しかもめっちゃタメ口ですねみたいな、タメ口、あと長崎弁めっちゃ出ますねって言われた。ショールームより スタッフさんとかなり話してよ誰だろうね。しんちゃんさん、ハートありがとうございます。100個。おずさん、宝石ありがとうございます。パセリに惚れた、ありがとう、楽しかったです。スタッフさんみんな親切だった。お、よかったよかった。なんかね、五部で来ない方がいたんですよ。なんか始まらない方、何回押しても始まらない方がいて、で6部に回すってことになったんですけど、ちゃんと話せたかな、思いの丈を私にぶつけられたかなって心配。パセリに見せるスケーブをスタッフさんに見せてめっちゃ説明した恥ずかしいね。こんばんは。え、全員女性だった？え、そうなの？たまたまかもしれん。普通に男性の方もいた。何か見せるものありますかって聞かれる。あ、そうなんだ。でもさ、絶対意地悪な人とかはさ、そこで申告するわけがないですよね。なんかメンバーに嫌なコメントとか見せるような人はそんなちゃんと申告しないよね。とあるメンバーだけ男性だった。誰だろう。めっちゃお腹すいた。画面消えるらしい。え、そうなんだ。すごいシステム便利。コルクボードの裏側まで見せて徹底ぶりがすごい。レンジで作るオムライスだと、いいな。オムライス、ゆで卵にしちゃった。オムライスにしたらよかった。スタッフさん可愛くてガチ恋しそうになる。わかりますよ、めっちゃ可愛いもんね。握手会のスタッフの方、なんか実際に行っても。初見です、ちーちゃんさん、はじめまして。ぜひお話し会次回あれば。今日幼く見えますか？でも多分パーカー脱いだら今日なんかセクシーだねって言われた。大人っぽいねって言われた、みほちゃんに。まあ、みほちゃんのことなので何でも褒めてくれるんですけど。そう、明日はでも1時間だけなので。私はなんか先輩とかはさ、1日に5部くらいあるじゃないですか。だからもうね、目が回りそう。次から次に画面に出てくる人が変わっていくから。再販パネルは明日届くから早く見せたい。お、楽しみにしてますチェキを頑張って持ってた。ちゃんと映るように待ってって言われた。めっちゃもう目がしょぼしょぼしてきた。申請したグッズ、お話し会中にアウトは OK、 申請したグッズのインはダメ。ああ、なるほど、そういうことか。初めて娘に会える。お父さん第2号。今日はみほちゃんとね、ずっと喋ってた。机が一緒だったんよ、みほちゃんと。でみほちゃんに私がもう、あ、やばいやばい、おきさんかわいいってずっともうこんな声です。あ、やばやば、かわいいとか言って、かわいすぎ、やばやばって、歩いてる、やばかわいいって言ってた。レポ楽しそうだった。あ、
よかった。なんかレポ読んでパセリのね握手券とか取ってみたいなって思う方がいるかもしれないから、ぜひ皆さんレポは盛らずに楽しいレポを載せてください。パセリのお茶持って待ってるの恥ずかしかったです。ありがとう。パネル片取ったけど画面の端っこすぎた。え、なんかね今日めっちゃマウント取られたよね、いろんな人に。パセリのグッズじゃないグッズとかも結構まだ1ヶ月以上先です。じゃあドキドキしながら待っててください。推し変専用に待っててください。なんかめっちゃさ、なんかねいろいろあったよ。なんか沖さんのパネルとか、なんか山本さやかさんのポスターかなとかめっちゃ「おマウントじゃん!」とか言っていじり倒した。パセリウチを発注してありがとう。だから皆さん、もしパセリグッズがないよって方も、他のメンバーのグッズとか飾っておいてもらえたら、もし話詰まった時とかにそのいじったりとかできたりするし。あ、今日はあと愛子ちゃんとあやぱんとずっと喋ってた。着色なしのお話し会レポあげてます、ありがとう。写真撮ってもらった、メール送ったけど届いてないです。止まったかな、愛が重すぎて。おしめ多すぎって言われました。私以外のグッズ飾ってますねっていじられた。あ、今メール来た、よかった。お話しかの好きしかつぶやけなかった。あるあるよ。今来た、お、みんな来た、よかった。そうそう、もうなんかもう結構半分ぐらいの人がなんかもう飛びました、もうごめん飛んだみたいな、話飛んだごめんみたいな言ってて、めっちゃ嬉しかった。なんかごめんって言ったけど、なんか実際自分もあの握手会行って何回も飛んだことあるからさ、お、私アイドルだなって思って、ちょっとドヤって感じだった。ラブ&あ、ねえ、もう今日ねびっくりしたことがあったんですよね、ラブ&ベリーの話で。言っていいか分からんけどさ、なんか私いつもラブ&ベリーの話するじゃないですか。そしたらなんか今日のお話し会でなんか開発に携わってましたみたいな言われて、えって、えいつもありがとうございますみたいな言われて、ええと思った。しかもその会社の方ってよりはいつも普段からショールームとか見てくださってる方だったから、えあなたがって、あなたがあの紙ゲームを開発した方ってなってびっくりした。ってまさかのね、そのなんていうの感じでびっくりしました。まさかさ、まさかまさかじゃないですか。結構私も会話覚えてるからさ、ちゃんとなんか自分がさ検索してみてさ、え、こんな会話したっけみたいなあったらあれだから、盛らずにね。やっぱは突然スマホが落ちた、ごめんね。憧れの2人、パンちゃんとなんかソラハさんが写真撮ろうって言ってくださって、パンちゃんとパセリに撮りました。3人で撮ったんだけど、多分パンちゃんツーショットを撮りたかったよなと思って、ごめんなさいって感じ、ごめんごめんって感じだった。話す内容を考えずに挑んだ、お、強者だ。今日はね、朝からさ、コナン見たんですよ、この間の映画ので、途中まで見てて、明日また朝から見る。あのコナンが
行方不明になるやつ。3言葉しか発してないから思えない。ツーショット、そう、パンちゃんとソロハさんと私のスリーショットを撮ったんです、撮ってもらったんですよ。でもパンは多分さ2が良かったかなと。パンは2とか言ったらでもなんかちょっと言葉のあれがあれなんだけど、コナン面白い。でもドキドキするああいうのってなんか映画だとドキドキしちゃう。アニメはちゃんと見れるけど、あ、そうなんだ。昨日ショールーム、私昨日何してたっけ、昨日レッスンか。だから見てないのか。カメさん、パン2個ありがとうございます。パン2個、パセ姉ちゃんの家に転がり込みたい。でも私のうち探偵事務所してないからな、残念だ。パン2個、パン、めっちゃ目が乾燥する。なんか最近めっちゃまつげ抜けるんですよ。最近って先月ぐらいから困ってる。そうなんですね。昨日はね帰ってきてご飯食べてダラダラして12時過ぎてお風呂入ってって感じでした。で今日さ先輩と写真撮ってもらって、やっぱりもうなんか腕とかのね感じがやっぱ前より丸いなって自分の思ったんですけど、お弁当は完食しました。美味しかったです。めっちゃ可愛かったよ今日。みんなにも見せてあげたいよ。私の今日の服もめっちゃ可愛いんですよ。さっきショールーム始めた瞬間に見てた方には見せたんですけど、紙弁当めっちゃ良い。明日も楽しみだなーなー。弁当、もうでもお腹すいた。ゆで卵食べるよ今から、この時間に。まだ9時か。でもお米めっちゃね、お米めっちゃ多かったのにおかずがさいろいろありすぎてさお米足りんかった。配分失敗した、ペース配分。花は花子さん、かわいい、ありがとうございます。そう、ご飯糖質がやばいの。ゆで卵2個ゆでて2個ゆでてしまった。日本語が喋れんかった。焼肉食べたい、ずっと言ってるんですよ。今日さいろんなメンバーにさ見せつけた、この焼肉めっちゃ美味しそうやないって。今パネル届きました。お、大事にしてください。メッセージなんて書いてあったかな。一人一人違うんですよメッセージ。なんか真面目に書いてる人もいればちょっとふざけて書いてる人もいるので、減量中です。体調管理気をつけようね、お互い。鍋、焼肉何が好き。焼肉ね、あれなんか今期間限定のやつに行きたくて、なんか美味しそうなんですよめっちゃ。チーズボールとかあって、だから焼肉よりもそういうなんて言うんだろう、サイドメニュー、期間限定のサイドメニューが食べたい。直筆です、一枚一枚直筆で書きました。大事に大切にしてください。しゃぶしゃぶもいいよね、行きたいな。でタピオカ、だるま100個ありがとうございます。茶虫、ゆで卵に、おずさん、かわいい2個ありがとうございます。タルタル、おかえり。タルタルか、マヨネーズやばいかなこの時間、9時過ぎ。どうだろう、ゆで卵の美味しい食べ方。
マヨネーズ塩かな、やっぱり。見ますか、ゆで卵持ってこようか。塩が好き、私も塩が好き。でもたまにマヨネーズでいっちゃう、ちょっとだけ、なんかちょっと上の部分だけみたいな感じ。しんちゃんさん、ハートありがとうございます。塩がいいかな。え、殻うまく剥けるやつありますよ。なんかね、100均にあるゆで卵に穴を開けるやつをしてから、で鍋に1センチ水を入れて8分茹でるんですよ。中火で、中火から弱火ぐらいの強さ でそれで8分経ったら放置する。また8分火を止めて、そしたらもうできてます。おすすめで、なんか取り出して穴が開いてるから剥きやすくなってておすすめです。なんか転がして殻を割ってもいいし、パカッて剥ける感じ。お水1センチでいいらしい。鍋の大きさによるかもしれんけど。ぼっちさん、ハートありがとうございます。そう、節約ゆで卵、塩昆布かけたら美味しい。塩昆布ね、なんか今月の26までのやつがあって、で昨日の夜中にキャベツにかけて食べたんですよ。助かった。でもやばいかな、塩分怖いね。コメダ、コメダにまた行きたくなっちゃった。まだ行ったことない。作ってみてください。ソースとマヨネーズとケチャップ、あれか、オーロラソース。私とんかつは塩なんよね。めっちゃ美味しい、塩昆布とキャベツのやつ。でもなんか時間置きすぎてて、芯の部分で作ったから1日置いてたんですよ、時間。そしたら染み込みすぎててしょっぱかった。ごま油か、いいね、ごま油いいですね。忘れがち、ごま油の存在。ゆきさん、かわいい、ありがとうございます。おにぎり食べたいな。でもおにぎり、米だ、きゅうりとごま油、最高、おいしい、それ大好き。ソース、浜の町の米だ。なんかいつも通るけど入ったことない。にんにくないや。ツナマヨしか、味噌おにぎり、おお、おいしそう。私は塩昆布と枝豆おにぎりが好きです。あと鮭、明日もあるんよ、オンライン。だからもう今日は食べずに寝た方がいいのかな。こうやってグーグー鳴らしながら、そしたら顔がさ、ってシュッてなるかもしれない。そう、セブンのやつ。でもローソンもファミマもあるらしいので、多分私は何でもいいんだと思う。枝豆が好きなんだと思います。私結局枝豆食べたいな。明日も楽しんでね。ありがとうございます。次、今日終わって会えない、明日明後日会えない方、次いつなんだろう。皆さん次いつですか、会えるの。ポプラ、パセリと名前似てる。ポプラあった気がする。枝豆昆布おにぎり、ちょっと前にいた時。来週26か、ドキ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 。10月、お、次は月曜日です。10月30日、11月月曜日です。お、あー、期間が空きますね。10月のどこか、ファーストコンタクト。おー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 おお。みんなバラバラか、そりゃそうか。よろしくね、10月31日からのフィフスのお話し会も。今はフォースシングル。なんかね、会場で瀬戸内の妹とかなんか流れてたんですよ。でもね、イヤホンしてるからさ、終わってから気づいた。あ、BGM 流れてる。全然気づかなかった。心の準備ができてないので、気がついてました。
じゃあ心の準備をしっかりしてよく寝てよく食べてください。再販ね、そうそう、オンラインだとニックネームがあるからさ、そうなんよね、時間がそこで短縮できる、登録しとけば。だからなんか出身地まで覚えてほしい人は何々あと何々県みたいな書いたらいいし、めっちゃ便利よオンライン。全日で全日で撮ったから、おありがとう、10月は2回ある、ありがとう。パセリロスな、なんかさどうしよう、みんななんかねパセリロスだからもうしんどいのでもう押すのやめますとか言ったらどうしよう。 ST が NMB、NGT の話しかずっとあります、さすがです、アットアフリカアットシャイ家族とかいなかった今日は。焼肉ね、美穂ちゃんと行こうかなって思ってて、行きたいねって話をしてて、でも多分行きたいねで終わる気がする。そういうやつって結構行きたいねで終わるじゃないですか。愛子ちゃんともカフェ行きたいねって言って、もうね10ヶ月経ちましただから理不尽すぎて草今日ね最悪なんよパセリ。今日さ空花さんが隣だったんですよ6部の時で、それで空花さんが歩いてきてて、で、あ空花さんお疲れ様ですって言ったら、多分誰か分かってなくて近づいてから、あーみたいな、あーみたいな言われて、パセリ手振り返してしまった。最悪なのよ、また話してくださいって。だけど手を振ったんです、最悪でしょ会えない時間が愛をなんとかって言うじゃないですか。だから皆さんも会えない間にね、愛をなんとかしてくださいなんだ愛をな、何なんとかとしやさん、だるまありがとうございます。何なんとか愛を育む、愛を育てる、わかんないけど一緒か。さんちゃんハートありがとうございます。育むかなんとか。お、そろそろお時間なので、この後お休みメールを送ります。育む、お休みメールの前に私服メールも送ろうかな。明日の私服はなんか珍しい感じにしようかなと思ってます。一部しかないんだけど、メールにもまた載せますね。幸せ過ぎちゃう時間はあっという間に、なんかここメンバーによってこうタイミングが違うんですよ振り付けの。私は時間はあっという間にの人だから、そこを見てください。思い出せる恋をしようの振り付けの話です、2番の話。ちか、はあといううまに、そうそう、時間を表してる。ではありがとうございました。でも明日めっちゃラフすぎるかもしれん、格好ラフ系かもしれんです。よろしくお願いします。ありがとう、みんな見てくれて、また明日お疲れ様でした。じゃあランキング見ます。13位カズさん、12位大吉さん、11位ミキミキさん、10位森翔さん、9位カメアットパセリは食べる派さん、8位アルテマさん、7位五目いなりさん、6位好き好き大好きさん。変わった、
変わったので最初から。13位右田ピポさん、12位カメあったパセリは食べる派さん、11位大吉さん、10位アルテマさん、9位五目稲荷さん、8位好き好き大好きさん、稲荷もいいですね。7位スンスンさん、6位ユキワールドの住人さんちゃん、5位カズさん、4位ジロくん名前戻してる、ジロくん、3位オズさん、2位ヒカルくん、1位はユータくんでした。ありがとうございます。チパチパチ、1位ありがとう、やっほー。そう、お腹空いとるけん食べ物にめっちゃ反応した。いなりいいですね。もうこの時間遅いから外出できないけど。ではおやすみなさい皆さん、バイバーイ、ありがとう見てくれて。あ、また通報しそうになっちゃったごめん、ありがとう。